あんたみたいなカッペが飲み屋の多い繁華街で迷子になったら困るのはこっちですからね。歓迎会はこれで十分。飲んだら解散。歓迎会の幹事の部長が今朝の朝会で言った通り、自分の歓迎会は会議室で沢会となった。それは構わないが、彼の言葉には非常に大きなトゲのようなものを感じる。自分がそそっかしくて抜けていることは重々承知の上だが、こんなにも嫌われていたとは。50歳というジジイだが、悲しい気持ちになってしまう。そんな自分を嘲笑うかのように、年下の部長はペットボトルのお茶を一気飲みし退室しようとした。しかし直後に現れた人物に部長は顔を真っ青にするのだった。俺は長谷部徹、50歳になるサラリーマンだ。地方のスーパーマーケットチェーンの正社員として高校卒業後から勤めている。首都圏から離れた小さな県、高齢化が進んでおり、買い物難民という人々も増えている。田舎でも買い物の利便性を高めるため様々な取り組みをしていた。小規模で出店したり、過疎地域にトラックで出店したり、今ではネットスーパーがあるが、お年寄りはスマホやタブレットをうまく使えない人も多い。自分の目で見て買い物をしたいという要望を叶えるためにも、なるべくたくさんの人が買い物できるようにどんな山奥にも運転していった。そんな人に寄り添った取り組みが評価されて、平地でのスーパーマーケットの運営も順調に拡大していった。今では県内のトップシェアを誇るスーパーである。しかし時代は変わる。物価高や円安の影響や人口減少のためか、売り上げは緩やかに落ちていく。それはどこの会社も同じらしく、地方の会社は苦境に立たされていた。それを打開すべく、いくつかのスーパーマーケットの会社が合併し、全国的に運営を行うこととなったのだった。しかし、内情は吸収合併のようなもの。幹部の多くは退職を余儀なくされ、また、自分にも転勤の辞令が下った。東京本社への転勤命令だった。実は自分は、50歳という年齢ながら、地元を出たことがない。地元で生まれ育ち、最終学歴は高卒。県内での移動はあるものの、小さい県だったため地元を離れるという意識がほとんどなかった。しかし今回は東京への移動である。東京など高校の時の修学旅行で訪れて以来で、東京タワーと国会議事堂が大きかったなくらいの記憶しかない。50歳にもなってこんなことを言うのは非常に恥ずかしいのだが、不安だった。そんな自分に妻ののりこが励ましてくれる。あなたの仕事っぷりを評価されたんでしょ。とても名誉なことだわ。ぜひ行ってくださいな。大丈夫、私はここで待ってますから。妻の言葉に勇気が湧いてくる。しかし妻の背後では一人娘の波が、いやマジでお父さん一人にするの心配しかないんですけど。お母さん、ちょっと楽観的すぎない？っていうか、お母さんも地元離れたくないだけでしょ？と妻に語りかけていた。妻はそんな娘に意味深に笑顔を向けている。まあ妻にも仕事があるし、趣味の集まりやボランティアなど忙しいのだ。友人も多い妻は地元から離れて暮らすなど考えられないのだろう。大丈夫よ、きっとあなたならできるわ。50歳にもなって妻や娘がいないと生活できないジジイなんて恥ずかしいから、頑張ってくださいね。妻は物腰は優しく、言葉遣いも丁寧だが、こうやって辛辣な意見を笑顔で言うところがある。自分はこれは甘えてはいられないと内心気合を入れて東京に向かうことを決心するのだった。東京本社に出勤する初日、俺は早速ピンチに陥っていた。なんと恥ずかしながら道に迷ってしまったのだった。住んでいるアパートから地下鉄に乗り、最寄り駅で降りたはずなのだが、
どうやら出口を間違えてしまったらしい。地図の通りに進んでいたのだが、おかしいと思った時には全くどこにいるのかわからなくなってしまったのだった。困ったな。時間に余裕を持って出社したが、ここがどこなのかもわからないため、あとどれくらいで会社にたどり着けるかなどわからない。人通りも少なくタクシーも通らないため、恥ずかしいと思いながらも会社に連絡をすることにした。コールが1回、電話に出たのは若い男性の声だった。もしもし、私、本日からそちらでお世話になる長谷部と申しますが。ああ、長谷部さんですね。お話は聞いております。僕は営業部長の南野です。どうしたんですか？快活そうな男性の声が耳に心地よい。彼はきっといい人だろう。まだ顔も見ていないのに、そんなことを考える。営業部長なのに随分と若い声だな、などと考えていた。はい、大変お恥ずかしい話なんですが、地下鉄を降りてから道に迷ってしまいまして。正直にそう話すと、電話の向こうの男性は、え？道に迷った？と聞き返してきた。すると、笑いを押し殺したように、じゃあ、今どこにいるのかわかりますか？と聞いてくる。いや、それが全く土地勘がないからわからないんですよ。そう言うと、電話の向こうの南野部長は、ぷはっと吹き出し、大笑いする。前言撤回。あんまりいい人じゃないかもしれない。長谷部さん、何か目印になるものはありますか？南野はそう尋ねてくるが、若干気が動転しているため。目印ですか？木があります。大きな木。あと電柱。と答えた。そんなの、どこにでもあるじゃないですか。電話の向こうは大爆笑だ。自分は少し、いたたまれなくなってしまった。目印っていうのは、大きな看板とか信号の地名とかそういうのを言ってほしかったんですけど。そういう意味だったのか、と、よく考えてやっとわかった。電柱に地名と番地が記載されていたので、それを伝えると、大通りへの道を教えてくれる。そこまで出ればタクシーが捕まると思いますので。ありがとうございます。すぐに向かいます。お待ちしてます。恥を忍んで聞いてよかった。南野さんが教えてくれた道はわかりやすく、案外早く大通りにたどり着くことができ、すぐにタクシーを拾えた。なんとか始業時間にも間に合い、ほっとするのだった。今日からお世話になります。長谷部です。懲戒で他の新入社員や移動してきた社員と共に紹介され、挨拶をすると、どこからか吹き出した声が聞こえた。声の下方に目をやると、男性が笑いをこらえるように口元を押えている。すみません。ちょっと、朝のことを思い出してしまって。その声は、電話で道を教えてくれた南野さんの声と同じだった。朝は、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。そう言って頭を下げる。南野さんは未だに笑いが収まらないようだ。いや、笑っちゃって申し訳ありません。だって、地下鉄の駅ってすぐそこなのに、道に迷うだけでも奇跡なのに、目印が切って。ふと窓の外に目をやると、降りる予定だった地下鉄の駅は、会社のエントランスのすぐ近くに見える。その事実を目の当たりにし、顔が赤くなっていくのを感じた。長谷部さんって面白い人ですね。南野さんはそう言って笑う。しかしその笑顔に別の意味が込められていることなど、その時の自分は気がつきもしなかったのだった。その日から本社営業部での仕事が始まった。南野さんは営業部長。まだ32歳ながら社長の息子で留学経験もあることから、仕事に関しては非常に優秀なようだった。しかし、長谷部さん、外回りに行くんだって。今度は迷子にならないでくださいよ。GPS 持ってた方がいいんじゃないですか？ GPS って何のことかわかります？ジジイだから知らないですか？東京って田舎と違って人が多いから、車の運転も危ないでしょ？
社用車使わないでくださいよ。ジジイに使わせて事故ったら会社の責任なんで。田舎の道ってあんまり複雑じゃないでしょ。東京は複雑だからね、田舎と違って、などと初日の迷子事件に絡めながらことごとく俺のことを見下してくる。田舎者、ジジイ、迷子などと言って嫌味を言い続けるのだ。そしてもう長谷部さんのあだ名カッペでいいじゃん、田舎っぺなんだしさ、などと平気で言うのだ。南野さんの嫌味を周りの人は咎めることをしない。彼は仕事もできるし社長礼則だ、言えないというのもあるだろう。俺は南野さんにはっきりと反論するかどうか頭を悩ませる。自分自身あまり揉め事は好きではない。南野さんが自分を心配する気持ちも大いに理解できる。しかし他の社員に対しても似たような態度を取るため、若い部下たちは少しずつ不満が溜まっているようだった。南野さん、あの言い方はひどくないですか。自分のことのように憤ってくれる若い社員、そんな気持ちがありがたい。南野さんの言うことももっともだからね。初日に迷子になって迷惑かけたのは事実だし。もう長谷部さんは優しすぎます。女子社員はプリプリと怒りながらものすごい勢いでキーボードを叩いている。すごいね、タイピングの速さは私も見習わないとだな。うっかりと独り言を言うと彼女に聞こえていたらしくポカンとされてしまう。いや、パソコンを使うのはあんまり得意じゃなくてフライングタッチもできないんだ。それってブラインドタッチのことですか。え、ああ、またやってしまった。自分はよくこうやって言い間違いをしてしまうことがある。恥ずかしいから何とかしたいと思っているのだが、なかなかうまくいかないのだ。目の前の彼女は、本当長谷部さんって天然ですよねと笑う。天然？いや、人間は野生化では生きることができないから天然というのは違うような。彼女はさらに笑い転げる。下せない。俺がそんな気持ちでいると、長谷部さんはそのままでいてください、ほんと癒しなんで、と笑われる。意味がわからずに首をかしげてしまうのだった。気がつけば本社に移動して1ヶ月になる。同僚はみんな親切で仕事をいろいろと教えてくれる。また自分が地方で30年やってきた経験もそこそこ活かせている。そんな自分の経験を若い社員が頼りにしてくれているのがとても嬉しかった。長谷部さん、今度 B 社に商談に行くんですけど、手土産のおすすめありますか。そこの社長は栗が好きだったね。マロングラッセの有名なところがあっただろう。喜ぶと思うよ。ありがとうございます。長谷部さん、 C 社の部長のご趣味が釣りなんですけど、会話の糸口になりそうなことありますか。そうだね、秋はアオリイカがよく釣れるから君も一度挑戦してみるといいんじゃないかな。イカ釣りは結構楽しいよ。いつもはこんな会話を繰り返している。パソコンの作業や機械の操作を教えてもらう代わりに自分の知識や話術を伝えていく。これも年長者としての立派な仕事だ。もともと記憶力は良い方であるので、取引先の社長や担当社員の特徴や好物などは暗記できている。どんな風に交渉を進めていくのか営業担当の手腕が物を言う。その上で会話の糸口として取引先の情報を集めるというのは基本だと思っていた。しかし仕事をしていく中で南野部長の俺に対する態度がどんどんと悪化していった。彼は真面目なタイプなのだと思う。なので時折俺がしてしまううっかりミスや言い間違いが気に入らないのだろう。また他の部下たちが言葉のきつい南野部長よりも平社員でポンコツな俺を頼っているのも彼が荒れている理由のようだった。例えばちょっとした言い間違いでも、ジジイだからカタカナ覚えらんないんですか、なんでテイクアウトとテイクオフを間違えるんですか、などと嘲笑しバカにする。わざと間違えて周りに媚び売ってるジジイのくせに気色悪いと大声で罵り、
若手社員と会話していると、ジジイの介護か？ご苦労様と相手にも嫌味を言う始末。部下たちは次第に南野部長から距離を取るようになり、彼は孤立していく。自分の存在でこのようになっている事態を何とか改善したいと思うのだった。そんな中、若手社員が俺の歓迎会をしようと言ってくれた。転勤してきてから1ヶ月、仕事にも慣れて余裕が出てきた時だった。すると意外な人物が口を挟む。じゃあ俺が幹事をするよ。君たちは大事な商談が控えているだろ。そう声を上げたのは南野部長だった。嫌っている俺の歓迎会など彼にとっては出席したくないものだと思っていたが、幹事をやってくれるのだという。若手社員たちは遠慮していたが、南野部長は半分強制的に幹事の役割を請け負っていた。部長は、会場や時間はサプライズにしましょう。俺のつてでいいところ予約しておくから期待しててくださいねと周りの期待を煽っている。自分はあんまりお酒は強くないが、飲み会の雰囲気は好きだ。みんなが笑いながらいつもよりも少しだけ本音を話しているあの雰囲気、また居酒屋の唐揚げなどの揚げ物メニューも一人暮らしの家では作りたてを食べることがないから楽しみである。しかしそうやって楽しみにしていた飲み会の朝、部長が驚くことを口にしたのだ。本日予定していた歓迎会ですが、12時30分の昼休みに会議室で茶話会を行います。え？周りの社員たちが不満の声を上げる。飲み会じゃないんですか？楽しみにしてたのに。歓迎会ですよね。部下の不満をパンパンと柏で手打ち消し、もう決めたことだから今日も仕事はたくさんあるでしょと言って無理やり懲戒を終わらせた。自分も残念な気持ちを抱きながら南野部長を見る。すると彼と目が合った。彼はにやりと歪んだ笑みを浮かべて自席へと戻っていくのだった。昼休み会議室に向かうと、いつもの会議の机の上にペットボトルのお茶が置かれていた。自社製品の麦茶、店頭価格は1本68円だ。茶話会ですよね。お菓子はないんですか？と女性社員が手を挙げる。そんなのあるわけないだろ、昼休みは短いんだ。当然だというように南野部長は上座にどかりと腰を下ろした。そして呆然としている俺を見てにやりと笑う。あんたみたいなカッペが飲み屋の多い繁華街で迷子になったら困るのはこっちですからね。歓迎会はこれで十分、飲んだら解散。部長はそう言うとペットボトルのお茶を一気に飲み干した。ああ、自分はこんなにも彼に嫌われていたのかと愕然とする。こんな手の込んだ嫌がらせまでするほど自分の存在は彼を追い詰めていたのか。そう思うとやるせない気持ちでいっぱいになった。南野さん、あんまりです。普通歓迎会ってこうやって済ますものじゃないでしょ。そう言って他の若手社員が抗議してくれる。しかし南野さんは、今はそれなりに忙しい時期だろ、飲み会なんてやってる暇がないんだよと答え、空になったボトルをゴミ箱に投げ入れる。じゃ俺は戻るから。そう言って会議室の扉に彼が手をかけた瞬間、なぜか自動的にドアが開いた。え？みんなが驚く中、邪魔するよと言ってグレイヘアの紳士が姿を現すと、会議室はさらに混乱する。さらに紳士の後からはゾロゾロと人が入ってきた。え？父さん？南野部長はそう声を上げた。入ってきたのは南野部長の父親、そうこの会社の社長なのだった。社長は会議室内を一別すると、歓迎会の出席者はこれだけなのか？と南野部長に尋ねる。料亭とかホテルとかそういうところを貸し切ってするべきではないか？という社長に、
一社員の歓迎会にそんなところ使えませんよ。ただでさえ今は忙しい時期なんです。こんな田舎から来たジジイの歓迎会なんてやってる暇ありませんよ。南野部長がそう答えた瞬間、社長の顔が鬼の形相に変わる。バカモン、田舎から来たジジイ、一社員、何を言っている。彼は副社長としてこちらが頼み込んで本社に来てもらったんだぞ。え、副社長？南野部長は相当驚いたのか、目を見開いて口をパクパクさせていた。いや、だって営業で役職もないから。今は本人の希望で各部署を回ってもらっているが、ゆくゆくは副社長として働いてもらうつもりなんだ。お前には話をしておいたはずだぞ、副社長として来てもらう人がいること。そんな、初日から道に迷うポンコツが副社長だなんて誰も思わないじゃないですか。南野社長はそんな息子の言葉にため息をつく。まあ確かに長谷部君は少し注意力が散漫なところがあるけれども、本当に優秀な人なんだ。地方にいた時は地域に貢献したとしても表彰を受けているし、彼が手掛けた店舗はどれも全て売り上げが上がっている。様々な売れる商品の見極めや営業も得意で、少し抜けているところなんか気にならないくらいすごい人物なんだぞ。なんか少し抜けているとか注意力散漫とか言われているけれども、社長がそう自分を買ってくれているとは少々気恥ずかしい。ただ長いことやっていたから経験があるだけだとは自分では思っていた。大学に行ったわけでもエリートコースを歩んでいたわけでもない。そんな自分が本社に呼ばれ、さらに副社長の席まで用意してもらえるなんて夢にも思わなかった。南野社長は実力主義で社員それぞれの働きぶりをよく見ている。合併前の地方の会社での評価も社員全員分を読み込んだと聞いている。その上で自分を評価してくれ、本社にいてほしいと社長自ら地方にまで来てくれたのだ。断るわけにはいかなかった。部長は何も言えなくなっている。そんな彼が初日に道に迷った時、丁寧に道案内をしてくれたことを思い出した。彼が自分を嫌いでこのような嫌がらせをしたとしても、あの時の恩は返したい。社長、そう声をかけると社長がこちらに目線を向ける。部長も顔を上げて俺を見ている。何を言われるのか気が気ではないだろう。意識して笑顔を作り、言葉を続けた。私がポンコツなのは事実です。実は初日に道に迷い、部長に助けていただきました。イートインをプラグインと言い、テイクアウトをテイクオフと間違って指摘されたこともあります。白いビニール袋を猫だと勘違いし、ずっと話しかけていたこともありました。あとは引き戸を自動ドアだと勘違いしてずっと待ってたこともありましたし、割り箸を割るときはいつも失敗します。若手社員が顔をうつむかせて肩を震わせている。どうやら感動しているらしい。そのまま話を続ける。彼はそんな私のポンコツ具合が気になっているのだと思います。自分も気をつけます。ですから今回は私の顔に免じて許してはくれませんか。俺の言葉に一番驚いた様子を見せたのは部長だった。あんた、俺に何言われたのか分かってんのか。まあ何度もコーヒーをこぼされてはイライラするのも仕方ないと思いますし、自分も妻にはいつもそれで叱られていて、自分のポンコツ具合は分かっていますので。部長は俺の言葉に大きなため息をつく。そして勢いよく床に座り込むと、申し訳ありませんでしたと大きな声を上げた。確かに長谷部さんのマイペースなところにイライラしていました。そればかりに注目し、他の仕事ができるところとか人柄が素晴らしいところに目を向けていなかった。周りの人から認められていることを信じたくない自分がいました。これからは考えを変えます。長谷部さんがうっかりしないようにサポートしていきます。本当に申し訳ありませんでした。部長の張りのある声はフロア全体に響いた。
それを忘れるなよ。社長の静かで低い声がシンとしたフロアに響く。俺はその中で、うっかりをサポートという言葉が頭から離れなくなってしまったのだった。それから南野部長は俺のことを叱り、嫌味は言っても意味のない悪口は言わなくなっていった。長谷部さん、ワイシャツの首元値札が出てますよ。取ってあげますから、ちょっと動かないで。こんなのつけてチクチクしないんですか？俺だったら気になって仕方ないですけど。あんまりわかんないんだよね。南野部長と違って首元敏感じゃないのかな。それ俺が敏感みたいな言い方やめてくださいよ。俺が少し言い返すようになったからかもしれない。ちょっと言葉の応酬は続くが、以前のようなギスギスした雰囲気はなくなっていた。部長は呆れながらも世話を焼いてくれている。彼の本質はこのような世話焼きな優しい性格なのだろう。長谷部さん、あんたはデスクに飲み物を持ち込むときは蓋付きのカップにしろって言ってるだろ。絶対こぼすから。ああ、言ってるそばからシャツにコーヒーこぼしてるじゃないですか。今日は商談があるんじゃないですか。大丈夫、ロッカーにシャツの予備が何枚かあったはずだから。そういうことじゃない、こぼさない努力をしてくれ。周りの若手社員は俺たちのやりとりを見てクスクスと笑っている。俺を世話する南野部長はその親切心や面倒見の良さが周りにも伝わり、部下たちも積極的に頼るようになっていた。将来の面倒見の良さから彼は部下たちにもしっかりと指導し、一緒に問題解決を考えてくれている。雰囲気が良くなり、仕事のやりがいも増していっているように思えていた。そんなある時、社長から部長と共に呼び出しを受ける。社長はいつものどっしりと構えている様子とは違い、少し焦っている様子だった。急で悪いのだが、君たちに接待を頼みたい。社長はそう言うと、タブレット端末で動画を映し出す。そこにいたのはモーリス・ベル氏。実は我が社のスーパーは、アメリカはニューヨークに出店が決まっており、そのアメリカ側の不動産会社の社長だった。もちろん面識はないが、社内報などで顔は知っている。どういうことかと首をかしげていると、モーリス氏が困ったように口を開く。明日の社長さんとの打ち合わせのため家族で日本に行く予定だったが、直前で妻が体調を崩してしまってね、娘と二人だけの旅行になってしまったんだ。急遽だったからベビーシッターが手配できなくてね、娘の相手をお願いしたい。流暢な日本語でベル氏は、この通りですと手を合わせ頭を下げる。長谷部君は確か娘がいるだろう。女の子の相手を頼めないかな。この商談はお互いにとってとても重要なことなんだ。社長も困った顔をしている。部長も困ったように俺を見ていた。義行はあまり子供と接する機会もなかったようだし、長谷部君は一人では不安だろう。二人で何とかお願いできないだろうか。わかりました。地方にいた時も迷子の子供の面倒を見ることもありましたから。俺がそう言うと二人は安心したように息を吐く。やはり親子だからか、そっくりだ。おもてなしプランを頭に浮かべながら、5歳の女の子にはどんなエスコートがいいのか考える。ベル氏の娘さんはアリスちゃんと言うそうで、テレビ電話で恥ずかしがって顔を見せてくれなかった。少しの不安はあるが、精一杯努めようと思うのだった。翌日、ベル氏はアリスちゃんを俺たちに預けて商談へと向かった。アリスちゃんは父親がいないことを理解はしているが、納得はしていない様子で、ふてくされた表情を浮かべてソファに体を沈めている。アリス、何か飲み物を飲むかい？部長が英語で尋ねるが、アリスちゃんは首を横に振るだけ。それなら、どこかに出かけようか。日本も楽しいところがたくさんあるよ。部長の言葉に、いやいやをするように首を横に振る彼女。部長は困った様子で頭をかいている。そういえば、ベル氏の奥様はフランス出身だったはず。それならば、もしかして。一つの考えに至った俺は、彼女の座っているソファの前で、
片膝をついてうやうやしく頭を下げた。お姫様、本日お世話を仰せつかりました、長谷部と申します。じいやとお呼びください。するとアリスちゃんはうつむいていた顔を上げて、お姫様じゃないよと言ってくる。彼女の言葉はフランス語、俺の言葉ももちろんフランス語だった。俺は大げさに驚いたふりをして彼女の気を引く。おや、素敵なお召し物なのでお姫様だと思い込んでおりました。ジーヤもまだまだ未熟でございます。ふふ、でもね、私お姫様になりたかったの。なら今日は一日お姫様として過ごしましょうか。私のことはジーヤ、そちらの南野のことは執事とお呼びください。俺は部長に目配せをする。部長はなんとなく察したのか、俺と同じようにアリスちゃんに対して膝を折り、よろしくお願いしますプリンセスと微笑むのだった。アリスちゃんはすっかりこのお姫様ごっこが気に入ったらしい。ジーヤ、次はあそこに行きたいわ。はい、わかりましたよ。執事、おんぶして。仰せのままに。すっかりお姫様として振る舞うアリスちゃんは楽しそうに笑っていた。その姿が一人娘の幼い頃と重なる。一人娘のナミもお姫様ごっこが大好きで、妻のスカートを無断で拝借して舞踏会ごっこに付き合わされたこともあった。そんな懐かしさに浸っていると商談が終わったらしく、ベル氏と社長が戻ってくる。ベル氏の姿を見つけると、パパと駆け寄るアリスちゃん。ベル氏はそんな彼女を抱き上げるとくるくると回転し抱きしめ頬ずりをする。会いたかったよ、寂しくなかったかい。大丈夫よ、ジーヤと執事が一緒に遊んでくれたの。そうか、よかったな。ベル氏は俺たちに向かって丁重に頭を下げる。今後長い付き合いになりそうだね、よろしく。ベル氏のその言葉は商談が成功を収めたことを物語っている。我が社の世界進出が決定した瞬間だった。ベル氏を見送った後、南野部長は大きなため息をついた。長谷部さんの凄さを思い知りましたよ。なんであんなに流暢にフランス語喋れるんですか。俺なんとなく聞き取ることしかできなかったです。あの場でアリスちゃんがフランス語の方が話しやすいって気がついたのもさすがだし、お嬢様設定も良かったですよね。あれ、叶わないって思いましたもん。南野部長の言葉は俺に対しての称賛だった。お世辞ではなく本気でそう思っているというのが彼の口調や表情から感じ取れて嬉しく思う。そうだね、年の高と経験年数の多さかな。地方って案外外国から来ている人も多くてね、スーパーの現場に行くと店員さんの中にも外国籍の人はたくさんいたよ。教えてもらううちに覚えていったのも少なくないね。すごいですね、何でもできるんだ。地方だと人が少ないから何でもできる人が重宝されるってだけだよ。都会と地方だと求められるものが違う。地方は一人で何でもしなければいけないからね。特に管理職はそれが求められる。外国籍のパートやアルバイトの指導、僻地への運送とか、できることは何でもやったよ。今の仕事とは全く違うんですね。ああ、田舎は閉鎖的なところが多いから、人間関係もしがらみがあったり、新しいものを受け入れてもらいにくかったりね。苦労もしたよ。でも、都会にはない良さもあった。都会にも地方にもそれぞれの地域の良さがある。どちらが上でどちらが下とかはないと俺は思うよ。部長は俺の言葉に何かを考えているようだった。以前言われた田舎をバカにするような言葉、潜在的に都会が上だという意識を持っているのだろう。実際に地方には都会と比べてハンデがあることも多い。都心に会社や学校が集中しているから学歴や収入の面で差ができることもある。それでも地方にはその土地ならではの魅力があふれていると俺は感じているのだ。俺はオールマイティな存在になりたい。地方でも都会でも必要とされるような何でもできる人間になりたいって思っていた。
その結果が今の自分なんだと思うよ。その割には生活能力低すぎません？仕事に全振りってオールマイティには程遠いって思うんですけど。南の部長はかっこよく決めた俺に容赦なくツッコミを入れてくる。しかし以前と比べるとその瞳には親しみがこもっているようだった。そろそろ秘書に面倒を見てもらった方がいいんじゃないんですか？社長に言って秘書増やしてもらえます？それも検討しようかな。副社長の仕事もこれから増えてくるだろうし、今は他の社員と近いところで働けているが、これからは大きな仕事も増えてくる。副社長の業務に専念しなければいけない時期ももうすぐやってくる。そうするとこうやって南野部長と軽口を叩くことも少なくなるのかと感じると少し寂しくなるような気がした。数日後、俺は副社長としての業務に専念するため営業部から離れることになった。南野部長はそんな俺に、副社長室でも蓋付きのカップを使ってコーヒーを飲んでくださいよ。食後はちゃんと鏡を見ること。ほら、今日だってカレーうどんの汁が飛んでるじゃないですか、と小言を言うのを忘れない。なんで仕事は完璧なのにこんなにポンコツなんだ。わかる。南野部長のつぶやきに答えたのはなんと一人娘のナミだ。ナミは他の会社の秘書をしていたが、俺のために転職してくれた。本当にお父さんが一人で暮らしてるって気が気じゃなくてね。毎日心配してたの。よその人に迷惑をかけているんじゃないかって。あ、大丈夫だよ。南野部長がいたからね。南野部長に迷惑かけてるじゃん。あの人もうすっかりおかん扱いされてるじゃん。なんかかわいそう。俺の苦労を分かってもらえて嬉しいよ。ナミと南野部長はすっかり仲良くなっている。二人とも俺の愚痴を言い合っているらしいが、その姿がなんだか楽しそうに見える。まあ父親としてはいささか複雑ではあるのだが、南野部長は自主的に語学や経済学など学び始めているそうだ。仕事も忙しいようだが、時間を作りコツコツと学んでいるらしい。実は社長から内々に部長の教育を頼まれていたのだが、それはもう必要ないと思う。彼は自分で考え行動している。サポートが必要なら自分から頼みに来るだろう。今の彼は非常に頼もしく思える。きっと将来的にはこの会社の中心としてみんなを引っ張っていく存在となるだろう。そんな未来を思い浮かべると、この会社の前途は明るく思えるのだった。50歳になり新しく飛び込んだ世界、不安しかないと思っていたが、案外楽しんでやっている。人はいくつになっても成長しリスタートできる。部長に負けないように俺自身も成長しておこうと誓うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お前みたいなみすぼらしいおっさんがうちのシェフ？ふざけるのも大概にしてくれ。大きなため息とともに頭を抱えるのは年下の料理長だ。だいたいなんでお前みたいなやつがうちで働けるんだよ。ついに人事も無能になったか。なんでもいいからお前は掃除でもしとけよ。清掃員がお似合いだろ。心底嫌そうな顔で俺をつまみ出すと、何箇所かの掃除を俺に命じて厨房へ帰っていった。そろそろ我慢の限界だ。俺は料理をしにここに来たのに。1ヶ月後、料理ができなくなった料理長の代わりに料理を出すと、この料理を作ったシェフは誰ですか？その時から俺の人生は大逆転したのだった。俺の名前は山田一郎、わけあって無職だ。幸いにも貯金はあったので、しばらく人生の夏休みと思ってしばらく働いていなかったが、俺には家族がいる。そろそろまた働き始めるかと思っていたタイミングで、知り合いの社長からうちで料理をしないかと声をかけてもらった。働くのは政治家や大御所芸能人などが足しげく通う超高級料亭。多少のブランクはあるだろうが、
お前の実力なら大丈夫だろ。俺は中卒で料理の専門を出たわけでもないが、腕には自信がある。そして社長もその腕を見込んで俺を誘ってくれたのだ。期待に応えないわけにはいかない。任せてください。俺は力強く返事をした。主要都市に展開されているこの料亭はかなりの大所帯だった。調理だけでなく、受付や接客、清掃に至るまで分業されていて、それぞれ定期的な講習や研修があった。本日から調理部でお世話になります、山田一郎と申します。よろしくお願いします。初日、第一印象が大事と元気よく挨拶をするものの、目の前の男は機嫌が悪そうだった。中卒で料理の専門行ってたわけでもない、素人が来るだけでも胸くそ悪いのに、なんだよその格好。この日、俺はどうせ着替えるしラフでいいからと社長から言われていたのもあって、カジュアルめのスラックスに T シャツ、ジャケットという格好で出勤していた。お前ここがどこか分かってんの？凄腕の料理人ならともかく、素人なんだからせめて格好で誠意見せろよ。この不機嫌そうにしているのは高木哲平。料理の専門学校を出た後、フランスでフレンチの修行をし、30歳でここの料理長を任されていると社長から聞いていた。お前みたいなのがうちの厨房に来るって、人事は何してるんだよ。ほら。そう言って清掃道具をまとめたバスケットを渡される。お前みたいなみすぼらしいおっさんは厨房には入れられねえ。掃除でもしてこい。お前は清掃員がお似合いだよ。トイレ全部と倉庫をきれいにするまで戻ってくるなよと厨房を締め出される。正直悔しいが、ひとまず見習いの仕事だと思ってやろうと決めた。ここで仕事ぶりを発揮すれば少しは認めてもらえるかもしれない。俺はトイレや倉庫だけでなく、目に見えるところも見えないところも隅々まで磨き上げた。まずは厨房に入れてもらえるようにならなければと熱意を燃やす。ところが2週間経っても俺はまだ掃除をしていた。山田君本当に手際がいいわね。仕事も丁寧だし。パートの清掃員田中さんはいつもこうして褒めてくれる。清掃員チームからの評判はどんどん上がっていくが、俺がやりたいのは掃除ではないので複雑な気持ちだ。何事も基本は掃除から。仕事をするにはまず場を整えろと教わってきたので、掃除自体は苦ではない。むしろ掃除は好きな方であるのだが、それとこれとは話が違う。最初の1週間は良かった。仕事を押し付けるついでに清掃員が手の回らないところもやらせていたからだ。おかげで掃除のやりがいはあったし、達成感もあった。だが2週間目に入ると、もう掃除をするようなところはないのだ。1週目にほぼ全ての大掃除をしたので、トイレや水回りを終えると、あとは軽い掃除で終わってしまう。そうすると手持ち無沙汰になってしまうのだ。そして清掃員を押し付けられて3週間、厨房にはまだ入れてもらえていない。皿洗いからでも何でもいいから、早く厨房で仕事がしたい。何度か高木にも直談判をしたが、絶対に首を縦には振らない。お前ごときがそんな直談判許されると思うのか。おとなしく掃除してろよ。1週目にほとんど大掃除が必要なところは終えてしまったし、優秀な清掃員が一緒に毎日掃除してくれるので、せめて皿洗いからでも厨房に入りたいんだ。お前には厨房に入る資格はない。いいから掃除に戻れよ。そうして毎回締め出しを食らう。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ。悔しい気持ちと理不尽に対する怒りで気持ちはぐちゃぐちゃだった。せめて俺の料理を見てから判断してほしい。見もせずに経歴だけでこんなにも理不尽を受けるのかと愕然とした。高木は都内の有名な調理の専門を出た後に、フランスと京都で料理の修行をしている。それゆえ腕はあるのだが、絶対にマウントを取らないと気が済まない性分のようだ。へえ、中卒でも掃除はできるんだな。よかったな、掃除を教えてくれる中学で。いちいち相手にするのもめんどくさいので、近頃はあまり相手にしないようにしている。反応してもしなくても機嫌は悪いし、しない方が早く飽きて終わるからだ。やあね、どうしてあんななのかしら。パートの田中さんが首をかしげる。そんなの俺が知りたい。俺の何がそんなに気に入らないのか。中卒だからか。卒業していないだけで高校は少し通っていたし、調理の専門を出ていないから。
専門を出ずとも料理は学べる。最初こそ悶々と自問自答を繰り返していたが、やがて考えても答えは出ないと悟り、考えることをやめた。俺が掃除をしていると高木は時々様子を見に来ては嫌味を言うのがお決まりだ。ふん、掃除が様になってるな。やっぱりお前は料理人より清掃員がお似合いだよ、と言い、ニヤニヤと俺が掃除しているのを眺めている。何事も掃除から始まると教えられていたもので、そう答えると露骨に機嫌を悪くする。そうか、じゃあ一生やってろ。下打ちをして近くにあったゴミ箱を蹴り飛ばすと、乱雑にドアを閉めて厨房に帰っていった。さすがにひどいわよね。山田くん本当は調理部なのでしょ。あまりの嫌味にパートの田中さんが同情してくれるほどだった。すみません、ご心配をおかけしまして。情けないとは思いつつも、この優しさが俺にとっては救いだった。悪いのは山田くんじゃないじゃない。それに助かってるのよ田中さん。ほら、清掃チームはおばちゃんが多いでしょ。腰が悪いのが多いのよ。山田くんが隅々まで綺麗にしてくれるから、私たちが行き届かないところまで綺麗だわ。励ましなのか本心なのか、田中さんは俺の肩を叩いて元気出してと言い、控室に戻っていった。俺はそろそろ我慢の限界だったが、それでも耐えた。ここで問題を起こして社長にがっかりされたくなかったし、清掃チームのパートさんたちはみないい人で居心地も良かった。このまま清掃チームにいるつもりもないが、疎ましく思ったり迷惑をかけたりはしたくない。そんなある日、転機が訪れた。大物政治家の黒木正則が来店するというので、店内は騒然としている。粗相のないようにと、ただならぬ緊張感が漂っていた。緊張感の漂う厨房、ガシャンと外にまで聞こえる音がして、一層騒がしくなった。高木さん、大丈夫ですか。すごい怪我、止血しないと。どうやら高木が怪我をしたらしい。包丁が握れないほどの大怪我らしく、バタバタと応急処置に追われながらも厨房が不安に包まれる。どうしよう、あと1時間もないのに。料理長なしでは料理が始められないとざわつく厨房で、俺は手を挙げた。今日のレシピはどれですか。俺がやります。しんと静まり返る。俺にやらせていいものか決めかねているのだろう。やれるもんならやってみろよ、いい機会だ。高木は顔を歪めながら言う。苦渋の決断なのだろう。見習いらしき若い男の子がレシピを差し出した。これです。ざっと目を通し包丁を手に取る。大丈夫だ、俺ならやれる。視線が俺の手元に集まる。おのおの驚いたように言葉を発しているが、集中しているとあまり周りの声は聞こえない。できました、味の確認お願いします。数十分、俺は料理を完成手前まで仕上げた。黒木先生が来るまではあと10分ほど。高木はしぶしぶ俺の料理を口にする。お前何者なんだ。驚いた表情でこちらを見ると、次々と味見をしていく。うん、これなら大丈夫だ、仕上げろ。ゴーサインを受けて俺は一気に仕上げに入る。高木はそんな俺を興味深そうに見つめていた。黒木先生いらっしゃいました。この前菜からお願いします。決められたメニューを黙々とこなしていく。気づけば最後のデザートを出し終えたところだった。やり遂げた。その達成感に内心ほっとした。黒木先生帰られました。とても満足してくださいましたよ。よっしゃ。厨房も歓喜に包まれていた。高木は呆然としていたが、我に返ると、山田、今日は厨房任せていいか。そう言って帰っていった。認めてもらえたのだろうか。その日は最後まで厨房で料理をしていた。久しぶりの感覚に喜びを覚えた。楽しい一日だった。数日後、海外視察に行っていた社長が帰ってきたらしく、社長室に呼ばれた。山田、久しぶりだな。どうだ、うまくやれてるか。まあぼちぼちですかね。軽い世間話をしているとドアが叩かれる。今日は君に会いたいという人が来ているんだ。社長はそう言うとノックの相手を招き入れる。高木に連れられて部屋に入ってきたのは政治家の黒木先生だった。君があの日の料理人か。はじめまして、山田と申します。
あの日の料理は素晴らしいものだったよ。ありがとう。にこりと微笑んだ黒木先生はこちらに手を差し出した。俺はそっと握り返し、固い握手を交わした。どうやらあの日の料理が接待相手に好評だったらしく、その後の話がうまく進んだようだ。次の機会もまたここでと約束までしたらしい。君のおかげでまた仕事が成功に終わったよ。本当にありがとう。そう言って黒木先生は帰っていった。あの日怪我をした私に代わって包丁を握ったのは山田です。彼の手腕は見事なものでした。一体彼は何者なんです？少し不服そうな顔で高木は社長に問いかける。不服かね？私は君に優秀な料理人を呼んだから頼んだよと言ったはずだ。じろりと高木を睨む社長に高木は反応する。ですが実際来たのは中卒で料理を学んでいないような彼でした。彼が料理を学んでいないとどこで判断した？学歴です。彼は調理の専門などには通ってませんでした。はあ、と社長は大きなため息をつく。高木くん、君は確かに優秀だが、それだけだな。社長は残念そうに高木から目をそらす。料理を学ぶのは学校だけだと君は本当に思っているのか？まっすぐ、ただまっすぐに社長は高木に問いかけた。うっと、高木は言葉に詰まる。山田が中学を卒業してどこで料理を学んでいたと思う？私の元だよ。社長が静かに告げると高木は目を丸くした。そう、俺は中学を卒業してすぐ藤田社長に弟子入りをしていた。きっかけは家族で行ったホテルの食事に感動したからだった。当時の俺は必死に藤田社長に料理を教えてほしいと頼み込んだ。今思えばなんて生意気な子供だろう。しかし藤田さんは中学を卒業してバイトができるようになったらうちに来なさいと言ってくれた。卒業してすぐ高校に通いながらホテルでバイトを始めたが、最初は掃除と皿洗いばかり。最初は騙されたと思ったが、間近で藤田社長の手元を見られるのはとてもいい刺激だった。ある日、俺は掃除も皿洗いもシルバー磨きも早く終わったので捨てられた端材で包丁の練習をしていた。見よう見まねだったが、なんとなく楽しかったのを今でも覚えている。そしてそれを藤田さんに見つけられたのだ。料理がしたいか？怒られると思ったが、それだけ問いかけられた。あの時食べたあなたの料理が忘れられない。俺もそんな料理が作れるようになりたい。次の日から藤田さんは営業前の仕込みの時間に俺がシフトに入っているといろいろと教えてくれるようになった。学校の授業なんかより全然楽しくて、次第に学校に行かずにホテルにシフトを入れ始め、ついに高校を中退した。その話を聞いて藤田さんは頭を抱えていたが、そこまでの熱意があるなら俺も腹をくくろう。そう言ってより一層厳しい修行が始まった。毎日怒られていたが、それ以上に楽しかったし、どんどんできるようになっていく自分が嬉しかった。そして社長が今の料亭を開業し、俺も独立。毎日が楽しかったが、腰を悪くして厨房に立てなくなり店を畳んだ。悔しかったが、治ったらいつでも戻ってこいと藤田さんが言ってくれていたので、思い切って休みを謳歌した。そうして料理人として復帰したのがここだった。学歴だけで人を判断し清掃員をさせていたそうだな。静かに怒りをにじませる社長に顔を青ざめさせ震える高木。学歴で人を判断し見下すようなやつにもてなしの心はあるのか？そうやってお客も品定めするのか？社長はじろりと高木を見つめる。高木くん、山田がうちで清掃員をしていた期間はどの程度かね？1ヶ月です。恐る恐る高木は答えると、そうかとうなずく社長。じゃあ君も1ヶ月清掃員として店中掃除してくれ。それとともに1ヶ月の厨房立ち入り禁止を命じられた。高木にはかなり効いたようで、かなり落ち込んでいた。1ヶ月後、厨房立ち入り禁止を解かれた高木は俺に謝罪をしてきた。山田さん、あの時は本当に申し訳なかった。あまりに綺麗な土下座に驚いてしまう。顔を上げてください、もう過去の話です。慌てて立ち上がらせようとするものの、なかなか土下座を解いてもらえない。わかりました。その分
お客様により良い料理を提供しましょう。そう言ってやっと顔を上げてくれた。俺はこの料亭で藤田社長に唯一誘われてきた料理人だったんだ。聞けば高木はフランスで修行した後は京都祇園の料亭で板前として修行していた。そこに藤田社長がスカウトして引き抜いてきたのが高木だった。あの藤田幸太郎にオープニングメンバーに選ばれたんだ。結果を残さないわけにはいかないだろ。俺も必死だったんだ。結局空回りしたけどな。高木は自虐的に笑った。それからというもの、俺たちはお互いに切磋琢磨し合う仲になった。俺は俺の持ってる技術を全部高木に教えたし、俺も高木から教わることがたくさんあった。なあ、このメニューなんだが。それいいな。いやでもこれは。毎日営業終わりに新作メニューを考えたり、新たな手法を編み出したり、かなり充実していたと思う。それに感化されてか、従業員たちもいろいろと聞いてくるようになり、定期的な品評会や講習会を開いた。皆それぞれ品評会に向けて技術を磨き、品評会で自信をつけるとどんどん腕が上がっていく。どんどん料理人が成長していくので、店の評判もどんどん上がっていったし、独立する人も増えた。この料亭出身のシェフというだけでブランドになるほどにまで料亭は成長し、俺はいつの間にかここの料理長になっていた。高木が独立を決めた時に俺を次の料理長にと推薦したのだ。山田、これ俺の店で出すんだ。試食してくれよ。ある時、自分の店で出す料理の試作品を持ってきた。和食の地味深さとフレンチの洗練された盛り付けの融合、高木らしいアートのような美しい料理だ。うん、いいんじゃないか。俺はすごく好きだ。俺がここまで来れたのは山田、お前のおかげだよ。俺たちは固い握手を交わした。いや、高木自身の努力だよ。これからも期待してる。それからしばらく料理長としてこの料亭の厨房を守り続けている。時々出される藤田社長からの課題も楽しく、若手も覚えが早い。山田さん、味見お願いします。山田さん、何かが足りない気がします。どうしたら良くなりますかね。皆それぞれやる気に満ち溢れ、日々研鑽を続けている。お前が来て厨房の空気が変わったよ。さすがだな。ある日社長室に呼び出されて藤田社長と話をしていた。いえ、自分は何も、ただできることをしているだけです。頬をかきながら答える。自分こそこんな素晴らしい環境を用意していただいて感謝してます。今後も精進してまいります。わざとうやうやしく礼を述べ、藤田社長と二人笑い合う。藤田さん、近いうちにまた一緒に料理しましょう。ふん、まだまだ包丁は鈍ってないぞ。社長との料理対決を楽しみに、俺はひっそりと研鑽を続けているが、それは社長も同じようだ。黒木先生はあれから俺の料理が気に入ったようで、時々一人で旅にも来てくれている。先日の黒木先生の誕生日にはご自宅にお邪魔して料理をさせてもらった。こんな経験ができるのはなかなかないだろう。今でもとても可愛がっていただいてありがたい限りだ。君のような腕利きの料理人に出会えた私は幸運だな。もったいないお言葉です。これからも精進してまいります。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。おいおいおい、急に入ってきて何なんだよ。外国人だからって何やってもいいわけじゃないんだよ。舞台はバイト先の居酒屋。大柄な外国人のお客様が大声で叫んでいる。それにヒートアップする周りの水客たち。間に挟まれ泣き出しそうな女子大生バイトの増田さん。このままではどちらかが手を出してしまいそうだ。僕は一瞬自分が出ることを躊躇した。今日までバイトをしていて隠していたことがバレてしまう。自分の素性を隠していたことを知ったらみんなは悲しむかもしれない。でも半泣きの増田さんを見ると、そんな不安もちっぽけに感じてきた。彼女を助けたい。その一心で僕は厨房から出て怒れる外国人の前に立った。そして
僕の名前は森口匠。僕は幼少の頃からあまり人付き合いが得意ではなかった。性別や年齢などは関係なく、ただただ人と会話をすることが苦手だったのだ。そう感じたのは幼稚園の頃だった。当時僕が一番興味があったことは本だった。最初は絵本から入り、次第に小説に興味が移った。当然園児である僕には難しい漢字が多く、おそらく内容の半分以上は理解ができていなかったのだろう。それでも脳をフル回転させて、情景や登場人物の心情などを理解しようとした。その過程が僕にとって最高の楽しみだったけれども、当たり前のことなのだが、周りの子はそんなものに1ミリも興味は抱かなかった。そのため話をしても、タッくんが何を言っているのか全然わからないと言われた。逆に僕も彼らが話すアニメや漫画の話は全然わからなかった。それ以来人と関わることは控えて生活してきたのだ。しかしこの世の中、一人で生きていくことはできない。基本的に放任主義だった母が、大学生になっても未だに一人でいることが多い僕に、いい加減外に出て友達の一人くらい作りなさい、それが無理ならせめてバイトでもして社会を見なさいと言ってきた。母の言うことはもちろんなのだが、できるだけ人と関わりたくなかった。就職先もできるだけ個人で行える場所を探しているほどなのに、一生一人でいるなんてできないんだぞ、実際バイトでもしてみたら気の合う仲間もできるかもしれんだろう、父まで母の味方をする。いやいやではあったが、両親が結託してここまで言うのだ。さすがの僕も卒業するとバイトを探し始めた。そんな時、大学で唯一話してくれていた先輩から居酒屋を紹介された。事情を説明すると、そういうことならうちでやってみないかと言われ、そのまま紹介された居酒屋で働くことになった。その居酒屋はチェーン店などではなく、先輩が店長として経営しているお店だった。先輩によると、祖父から受け継いだ古い店だそうで、メニュー表なんかは年季が入っており、ところどころ破けている。この味がある感じがいいんだよと本気で言っているのか、変えるのが面倒なのか、どちらかわからないような笑いで仕込みをする店長。席もカウンターとテーブルがいくつかあり、小上がりの半個室が2つしかない店だった。しかも店長は基本店にいない。他にやることがあるということで、本当に忙しい日以外は副店長の樋口さんに任せていた。あの人ほんと人使い荒いんだよ。面倒な料理ばっかり俺にやらせるから、料理の腕だけどんどん上がっちゃうんだよ。給料は上がらないのに、と樋口さんは笑いながら、だが手早く料理を作っていく。樋口さんが自分で言うように、彼は料理が上手だった。手際がいいのもあるが、味付けが絶妙だった。特にだし巻き卵は本当に素晴らしく、ふわふわプルプルという効果音が実際に聞こえてくるような気がした。この店に来た常連さんは、ほぼ確実にこの樋口さんが作るだし巻き卵を頼むほどだ。そして店員はもう一人いた。こう一点でバイトしているのが増田さんだ。彼女は大学生なので週3回の勤務だった。彼女は僕と違い、誰とでも明るく話し、笑顔のまぶしい子だった。常連さんも、いやー、りのちゃんがいるからここに通ってんだよと言わせるほどの人気である。僕はバイトに入れてもらったのは良かったものの、やはり接客は苦手だった。特に酔った客など、日頃から他人と会話が通じない僕には、余計にコミュニケーションは取れず、厨房に回された。厨房は樋口さんのテリトリーだ。彼は一人でした方が手早く料理が完成するにもかかわらず、あえて僕に仕事を振ってくれているようだった。そのおかげもあって、料理のスキルがぐんぐん上がっていった。もとより料理は好きだった。
誰と会話するでもなく、一人で黙々と進めることができるからだ。まさかこの性格がここで役立つとは思わなかった。ただ僕の予想と違ってこの店は客が多い。バイトに誘われ店を見た時は、こんな古びた店に客はあまり来ないだろうと思っていた。だが違った。この店には酒好きな店長の趣味で、全国各地のポピュラーな酒から珍しい地酒などが用意されており、さらには外国のお酒まで置いている。一体どこから入荷しているのか不明だった。そしてさらに立地が良かった。近くには国道や高速の降り口もあり、車通りも多い。さらに少し歩けば住宅街だ。昔なじみの客から部活終わりの大学生まで、年齢も性別もバラバラな客がひっきりなしに来店する。そんな多忙の店をほぼ3人で回していた。というか、自分が来る前は2人で回していたと思うとゾッとする。増田さんは時々注文を間違えてしまうのだが、客は増田さんのファンが多い。いいよ大丈夫、おじさんが食べとくから、とフォローしてもらうことも多々ある。樋口さんは、くそ、こんな忙しいのに店長どこで遊んでんだよ、カラッとあげてやろうかな、とか毒を吐きつつも楽しそうに料理を作っている。樋口さん、このだし巻き卵最高ですって、ホールから増田さんの声が響く。じゃあおまけにもう一個作っちゃおう、店長持ちでね、と言って本当に作ってしまう樋口さん。確かに忙しいバイトではあったが、僕はバイトの時間が毎日楽しみになっていた。バイトを始めて半年が経った。僕は毎日多忙であったが、かつてよりも何百倍も充実した毎日を送っていた。厨房での仕事もどんどんこなせるようになっていて、樋口さんからも仕事を振られなくても状況を読んで行動できるようにはなっていた。場合によっては増田さんの手助けもした。手助けといっても厨房に一番近い席の客に料理を運ぶくらいだが、店を閉めて就業すると時々4人で飲むこともあった。店長が飲みたい酒を用意してみんなに飲ませる。そして樋口さんがその酒に合うような料理や味付けでつまみを手早く用意する。そして増田さんが飲みながら愚痴をこぼすというのがいつものことだ。増田さんは文学部に所属しており、専攻は日本文学だそうだ。将来は図書館司書をしたいらしい。その言葉に僕も心躍らせた。確かに本に囲まれる生活は良い、僕にとっては贅沢な日々だ。だが残念なことに、僕は理系の学部で司書の免許は取ることはできない。彼女は酔うとひたすら文豪のクズエピソードを話し始める。私ね、芥川好きなんですよ。あ、龍之介のことですよ。でも、あくまで顔がタイプってだけなんですけどね。樋口さんが、それ何回も聞いたよ、芥川龍之介はクソ野郎なんでしょ、と呆れた顔でぼやく。おそらく僕がここで働くよりもずっと前から樋口さんはこの愚痴を聞いてきたのだろう。それだけじゃないですよ、芥川は夏目先生のストーカーで、太宰治はそんな芥川のストーカーなんですよ。じゃあなんだ、今のところ日本文学にはストーカーしか出てきてないぞ、もっとまともなやつは出てこないのかよ。店長が増田さんに日本文学のイメージアップを促す。そうですね、石川啄木は借金しかしてませんでしたよ。それに中原中也は酒好きな上に酒乱だったって言われてます。酔った増田さんから文学のイメージダウンな言葉しか出てこない。これだけ有名な人間ですらここまでのクズっぷりなんですよ。世の中の男はみんなクソ確定です。なんて暴論だと思ったが、店長に樋口さんも、はいはい、男はみんなクソだねと言って慰めていた。この増田さんの男はクソだという発言は一度や二度ではなかった。就業後に飲み会を開けば
必ず文豪たちを引き合いにしてどれほど男がダメなのかを力説していた。察するに男関係で過去に何かあったのは間違いないだろう。けれど樋口さんも店長も増田さんに詳しく聞くこともしないし、僕に改めて説明することもなかった。気にはなるが、自分から増田さんに聞くことはできない。それに増田さんの過去に興味を持っている自分にも驚いた。あれほど他人に興味が持てなかったのに、気がつけば同じバイト仲間に興味が湧いていた。半年の間で自分の感情が成長していることに心の中で拍手していた。それにこのバイト期間でもう一つ思うことがあった。店長が増田さんのことをえらく気に入っているということだ。なんというか好きなのだろうかと感じてしまうほどだ。かなり世話焼きというか面倒見がいい。まあ年頃の男女なのだから、そういうことでも問題はない、問題はないはずなのだが、どうしても気になって二人の動向を目で追ってしまう。そんな日々を過ごしていた。その日はいつものごとく店長は不在で、三人で客を回していた。いつもの忙しい日を過ごしていたのだが、今までにないことが起きた。客に外国人が来たのだ。見た目で判断するのも悪いとは思うが、おそらくアメリカ人だろう。その客の身長は190ほどで、筋肉隆々だ。僕なんか殴られたら一発で全身の骨が砕けるだろうなと思うほどの体格の良さ。しかも一人二人ではない、六人もだ。こんな狭い店にあんな体格の人が来るなんて想定していなかった。増田さんはびっくりしながらも怖がりの個室へ案内する。他の客もいるため少し狭い思いをさせてしまうが仕方がない。外国人の客も店が繁盛している様子を理解しているようで、何も文句を言わずに注文をしていた。片言の日本語であったが、増田さんはなんとか注文を取って無事に厨房まで戻ってきた。ふう、一番注文聞くの真面目にやりましたよ。樋口さんが笑いながら、ミスったらタコ殴りに合いそうだもんね。その言葉に増田さんはもう一度注文表に目を通して、もう一度聞いてこようかなと言っていた。無事頼んだ料理がすべて運ばれ、外国人の客は満足した様子で帰っていった。その後も客足は遠のくことなく、ひっきりなしに客が入ってくる。無心で料理を作り、一息ついて時計に目をやると、もうじき閉店の時間だった。今日はかなり疲れた。ホールを覗くとまだ客はいるものの、もう帰る準備や食事を終えている人ばかりだった。厨房も片付けの準備に入ろうとした時だった。お客様？増田さんの声が厨房にまで届く。入り口からものすごいスピードで店内に入ってきたのは、先ほど食事をしていた外国人だった。酔いのせいなのか、それとも急いで戻ってきたのかわからないが、顔が赤く紅潮しているのが厨房からでも見て取れた。外国人は増田さんの制止を振り切り、先ほどまで自分たちが飲み食いをしていた個室に入っていった。中からは、なんだこの人、客の声がする。その個室には他の日本人の客がすでに利用していた。自分たちがただ飲み食いしているところに顔をあからめた大きな外国人が勢いよく侵入してきたから、確かに怖いだろう。しかしその客も酔っていたためか威勢がいい。おうおう、人が気持ちよく飲んでる時に何してんだ。外国人だからってしていいことと悪いことがあるだろう。その外国人も怒鳴っていたが、英語で話しているために相手には全く意味が通じていない。何言ってんだ。普通の酔っ払いの喧嘩よりも立ちが悪かった。お互いが胸ぐらをつかみそうになった時に増田さんが間に割って入った。お待ちください、少し落ち着いて。女子が間に来たことでほんの少しはクールダウンをしたようだが、外国人は今度は増田さんに質問を始める。先ほどは冷静だったから片言ではあったものの日本語で話してくれていたが、
今は増田さんに少し訛りのある英語でまくし立てるように聞いている。もちろん増田さんは客が何を言っているのかわからず、その…と戸惑っている。樋口さんも厨房から様子を見ていたが、これはまずいな、すぐに店長呼ぶからと言ってロッカールームに向かっていった。僕は店長が来るまで待とうと思っていた。正直僕にはあの外国人が言っていることは少しわかる。距離的に聞き取れない単語もあるが、もっと近づいて落ち着いて話してもらえればほぼ全て理解できるだろう。だがそうしてしまうと今まで積み重ねたこの生活が壊れてしまう。ようやくこの居酒屋でのバイトにもなれ、仲間に恵まれたのに自分から壊すなんてできない。そう思って先、増田さんと目が合った。大粒の涙を目に含ませて大丈夫と口パクで僕に伝える増田さん。その姿を見て考えるより先に足が動いていた。外国人と増田さんの間を目指してだ。僕が間に入って英語で外国人に話しかける。それに対して外国人は一瞬固まった。だが僕が英語を話せる人間だとわかると、すごいスピードで要件を伝えてきた。僕は彼が言っている内容を理解して増田さんに向き直る。増田さん、今日このお客様が帰った時にこの個室で何か忘れ物とかなかった？増田さんはキョトンとしていたが、すぐに思い出したようで、ありました、確か、と言って厨房の方から布に包まれた黒い小箱を持ってきた。かなり年季の入った箱だった。外国人はそれを見ると、おお、と声を上げ手に取った。箱を開けると中からは古い万年筆が出てきた。この人はこれを探してたんだよ。そう言うと増田さんは、そうだったんですね、かなり古いものですがよく手入れをされているようで大切なものなのかなって思って、傷が万が一にもつかないように保管していました。それをすぐに思い出してくれればよかったが、この巨漢から大きな声を上げられたら萎縮して思い出すものも思い出せないだろう。外国人によればこの万年筆は祖父から受け継いだものだという。戦時中戦場で怪我を負った祖父が敵兵である日本兵から治療を受けた。戦後もその日本兵とは交流があって、その人からこの万年筆を譲り受けたのだという。それから息子孫に受け継がれ大切に保管しているとのことだった。日頃は家の自室に置いているものだが、せっかくの日本なので連れてきたのだという。肌身離さず持ち歩いていたが、何かの拍子にバッグから落ちたのだろう。この店を出て仲間と歩く中、万年筆がないことに気がつき急いで戻ってきたとのことだった。外国人は、ありがとう、ごめんなさいと何度も頭を下げていた。そうしていると厨房から樋口さんが手にブラシを持って、入り口からは店長がほうきを持ってホールに入ってきた。二人が来た時には揉め事は解決していたし、屈強な体の男が僕に平謝り、周囲は酔ったノリもあって拍手喝采という状況だった。その日の終業後、まかない代わりに4人で軽食をつまんでいた。増田さんが僕の隣に座り、今日は本当にありがとうございました、私怖くて怖くて気を失いそうでしたよ、そう笑いながらも案の定聞いてくる。でもどうして英語わかったんですか？それに分かったレベルじゃなくてペラペラでしたよね。その言葉に樋口さんも続ける。そうだよね、普通にコミュニケーション取れてたし。森口くん何者？予想していた悪い状況だった。僕は助けを求め店長に目をやるが、店長は地酒をちびちび飲みながらにやついているだけだった。さすがにここまでだと思って全てを話した。実は僕は東大理学部を卒業後、一人でできる仕事である研究職に就くために東大の大学院に進学、さらなる向上のために
今年の9月からアメリカに渡る予定であったのだ。一人で仕事をするためだけにここまでするかと両親には言われたが、僕の人生にとっては最重要事項だったのだ。9月までは時間の猶予があったので、家で読書でもと思っていた矢先、冒頭でも言った両親からのバイトしろ宣言。大学の先輩である店長に誘われて、この居酒屋でバイトをすることになったこと。今でも空き時間に英語の勉強をしていて、少なくとも外国人との会話は普通にこなせるレベルには到達していた。あとは専門用語などを頭に叩き込むことをやる予定だったのだ。それを隠していたことについても謝罪した。樋口さんと増田さんは、自分が東大出身であることを言ってしまえば今までのように接してくれなくなるのではないか。ようやく人と接する楽しさを知った僕には、この関係が崩れることが何よりも怖かった。でもだからといって自分を偽っていたことには変わりない。その点についてしっかりと謝罪した。二人は一瞬固まっていたが、すぐに我に返り、待って、いろいろ言いたいけど、森口くんの先輩が店長って、まさか店長も東大？樋口さんが口から泡を吹いている。え？アメリカに行くって？9月？あと2ヶ月しかないじゃん。え？森口さん辞めるんですか？増田さんはすごい剣幕で僕に詰め寄った。その勢い、さっきの外国人の時にしてくれていたら、きっと一人で解決できてただろうな、と思うだけで口には出さなかった。ちなみにさ、こいつ、学部内では首席だぜ。余計な一言を店長がぶっこんだせいで、ますます二人は大騒ぎになった。森口さん、確かに東大出身って聞いて驚きはしましたけど、ここまで一緒に働いた仲間なのは変わりませんよ。2ヶ月でいなくなっちゃうのは寂しいけど、もっと仲良くなりたいです。ぜひ私のことは下の名前で呼んでください。それからというもの、リノちゃんが僕に懐くようになり、僕も彼女に気を許すようになった。毎日少しずつではあったが、僕はよく笑うようになっていた。残り1週間でバイト生活終了という日に問題が起きてしまった。その日も相も変わらず店長は不在。しかも運の悪いことに樋口さんも休みの日だった。幸い客足も多くなく、リノちゃんと2人で回せるレベルではあった。そんな時、一人の柄の悪そうな中年男性が店に入ってきた。リノちゃんが厨房で料理を運んでいたので、接客は僕がやった。もう接客もお手の物だ。席に通すと僕に向かって、増田リノって女はここにいるか？と聞いてきた。注文かと思っていたら、まさかの店員をご所望だった。言っている意味が理解できずに固まっていると、厨房からリノちゃんが料理を運んできた。その姿を見た男は、リノ、てめえこんなところにいたのか、と怒鳴りつけた。リノちゃんは男の顔を見ると固まって動けなくなってしまっていた。恐怖の顔だった。外国人の時の驚きと恐怖ではなく、純粋な恐怖。体がすくんでピクリともしない。動けないでいるリノちゃんの腕を掴んで無理やり外に連れ出そうとする男。すぐさま僕が止めに入る。うちの従業員に何してんだ。力いっぱいの声だったが、相手の怒鳴り声に打ち消えた。うるせえ、部外者は黙ってろ。自分の子供に何をしようが親の勝手だろうが。親？こいつはリノちゃんの親だというのか。だが決して嘘をついているようには見えない。親だからって何をしてもいいわけないだろう。何言ってんだあんた。僕の言葉に父親は舌打ちをして店の椅子を蹴り倒した。てめえ、目上の人間になんて態度してんだ。ああ、そして周囲の客を無視して壁を殴るわ、椅子を投げ飛ばすわと破壊行動を取った。
周りの客から悲鳴が上がる。このままでは警察沙汰になってしまう。僕は残念ながら典型的な理系男子だ。喧嘩など生まれてこの方やったことなどなかった。英語がいくら話せても今は何の役にも立たないのだ。目の前でリノちゃんが困っているのに何もできない。リノちゃんの父親は僕に対して、何にもできねえガキが生きってんじゃねえぞと言ってついに殴りかかってきた。だが僕は避ける方法なんて知るわけもないので受けるしかないと思い目を閉じた。鈍い音が響く。でも僕の体にはどこにも痛みが走らない。恐る恐る目を開くと目の前に壁があった。正確には壁のように広く大きな背中だった。思い出した。今日は奥の個室にあの万年筆の外国人エリックが仲間と一緒に来店していたのだ。エリックは片言の言葉で、おお、ナイスですね。次は私の番ですか?と言って拳に力を込める。突如現れた屈強な男を前にリノちゃんの父親は一瞬たじろぐが、すぐに威勢を取り戻して叫び出す。なんだ、外人がしゃしゃんな。するとエリックは静かな声で、ただかなりの怒気を含んで英語で話し始めた。父親は目の前のがたいのいい外国人が何を言っているのか理解できていなかった。それに加え、気がつけば周囲にはエリックの仲間が父親を囲んでいた。まさに巨人に囲まれた小人の状態だった。エリックは僕に通訳するように頼んだ。リノちゃんのお父さん、彼が言っていることをそのまま言いますね、と前置きをして、私はアメリカで警察官をしています。普段は凶悪犯と対峙することもある危険な仕事です。私は日本では逮捕することはできませんが、日本の警察にあなたを突き出すことは凶悪犯と戦うよりも容易にできてしまうでしょう。その際暴れても構いませんが、多少怪我をすることは覚悟していてください。まあ全治数ヶ月くらいでしょう。だそうです。すると周りの外国人も、私ボクサーよ、俺は軍人だ、と次々に自分の職業を言い始めた。どれも強そうな職業だった。さすがの父親も心が折れてしまったようで、慌ててみっともなく逃げていった。父親がいなくなってすぐに周囲の客はエリックたちマッスルチームに拍手を浴びせた。リノちゃんは丁寧に頭を下げお礼を言っていた。僕に通訳してこの気持ちを伝えてほしいと言ってきたが、わざわざ通訳しなくてもリノちゃんの感謝の気持ちはエリックたちには伝わっていることを言うと安堵の息を漏らした。エリックたちは日本人の友人の結婚式に参加するべくアメリカから日本に渡ったそうだ。その友人もラグビー選手だそうだが、エリックは万年筆を大切に保管してくれていたリノちゃんにお礼がしたくて、帰国前にもう一度この店を訪れたとのことだった。もちろん店の味も気に入ったと補足で言ってくれた。特に酒はいろいろな種類があって最高だったようだ。祖父の形見のものを丁寧に扱ってくれて嬉しかった。今のことで恩返しができたようで安心した。これで気兼ねなくアメリカに帰ることができると、言った。リノちゃんは泣きながら頭を下げエリックたちを二人で見送った。終業後、僕は店長に今日の出来事を簡単に電話で連絡した。話を終始無言で聞いていた店長だったが、話し終わると店長が静かに口を開いた。店長が語った内容は僕もさすがに驚いた。実は店長はリノちゃんの母親の弟だったのだ。姉であるリノちゃんの母親とは16歳離れており、リノちゃんとは叔父と姪の関係にあたること。店長はとある会社の御曹司で、この居酒屋は趣味でやっているだけとのこと。
リノちゃんの母親と父親は政略結婚であったそうだ。未だにそういった業界や名家と言われる人たちの中では政略結婚はたびたび行われているらしい。結婚したはいいものの、父親は癇癪持ちで気に食わないことがあればすぐに手を挙げていたそうだ。挙句の果てには外に女を作っていたそうだ。それが決め手となって離婚が確定した。しかし慰謝料も養育費も払うことなく行方をくらましていたらしい。リノちゃんは幼少期からこの父親の姿を見て育ち、故に男性不信に陥ってしまっていたとのことだった。両親の離婚後は母親に引き取られ、実家で裕福な生活を送ってはいたものの、やはり完全に男性不信を払拭することはできずにいたとのこと。父親の方は実家の事業が失敗してしまい、多額の借金を負うことになってしまった。今回リノちゃんを連れて行こうとしたのは明確な理由はわからないが、リノちゃんを使って母親側の実家に金銭を要求しようとしたのか、リノちゃんを使って稼ごうとしたのかもしれないと店長は言った。僕は単純に引いてしまった。リノちゃんの父親にだ。実の娘に殴る蹴るの暴力だけではなく、金の無心までするほどとは信じられなかった。リノちゃんが愚痴を言っていたどの文豪よりもクズだった。でもそれほどのクズが一回外国人に追い払われたからといって二度三度来ない理由はない。その心配を伝えると店長は、大丈夫、俺が何とかするよ。自分の店だしな。匠にばかりかっこいいところ取られるわけにはいかないだろ。と、電話越しにですらにやりとしているのが分かった。その後、新聞の片隅にある会社の社長が脱税で逮捕されたと記事が載っていた。その会社は随分と前から事業が傾いており、職員への給与未払いや違法な労働時間なども報告されていたという。会社社長と書かれていたが、新聞に載っていた写真の男は随分とみすぼらしい格好であった。その男がリノちゃんの父親であるかどうか正直顔を覚えていないので不確かだが、それ以来父親がリノちゃんを訪ねに来ることはなかった。渡米する数日前、最後のバイトが終わり帰宅の準備が完了した。森口くん、本当に行っちゃうのかい？君がいないとこの店回んないよ。多分潰れるまで秒読みだよ。相変わらず店長に対して毒を吐く樋口さん。涙を流しながら本気で僕の行く手を阻んでくる。日本に帰ってきたら絶対に絶対にこの店に来てくださいね。私待ってますから。明るく言うリノちゃん。僕は必ずと言って店を後にした。この数ヶ月、本当にいろいろなことがあったなぁと感傷に浸っていると、LINE の通知音が鳴った。それはリノちゃんからのメッセージだった。これからも連絡してもいいですか？それを見た僕は、すぐにきびすを返して、見えなくなっていたお店まで走った。居酒屋に着くと、入り口にはすでにリノちゃんが立っていた。店長が、今日を休みにするから。帰っていいって、と困惑するリノちゃん。店の窓から店長が親指を立てているのが見える。それを見て僕は勢いよく言った。リノちゃん、実は話したいことがあるんだけど。僕はアメリカで研究に明け暮れていた。周りには優秀な人ばかりで、日本では経験することができない刺激的な毎日を過ごしている。単に頭がいいというわけではなく、発想力や着眼点が日本人とは全く違うことに驚く。しかもアメリカ人は自分の意見をとてつもないスピードで話す。正直会話に置いていかれないようにするために必死にリスニングをしている日々だ。僕は時計を何度も見ていた。さっき見てから5分しか経っていない。その様子を見た研究員のペインが茶化してくる。そんなに時計を見るとガールフレンドからやきもち焼かれるぞ。その声に周りもふーっと盛り上がる。
今日は久々に彼女に会えるんだ。もう行かなくちゃ。ペインたちが後ろで盛り上がっているが、お構いなしで空港へと向かう。空港でリノちゃんを待つ間、いろいろと考えた。人の縁とは不思議なものだ。両親から言われ、いやいやバイトを始めた自分が、たった数ヶ月で接客ができるようになった。人との関わりを避けた人生だったし、これからもその人生を歩む予定だった。それが今では同僚に茶化され、彼女を空港で待っている。リノちゃんとの間を深めてくれたエリックは元気にしているだろうか。彼の通訳を担当したことで、リノちゃんと仲良くなれたし、あの父親も撃退できた。小さな人との関わりが大きな成果をもたらしてくれる。誰かと関わって生きることは本当に素晴らしいんだなと実感したところで、後ろから声をかけられた。たっくん、お待たせ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。施設育ちのあんたには想像もつかないでしょうけど、セレブの世界ってすごく華やかなのよ。参加した同窓会で、ある女性はそう言って、俺をバカにした。俺は施設育ちで、両親がいない。それを知っている彼女は、昔から、俺を揶揄しているのだ。それに比べて、あんたはかわいそうだわ。施設育ちで大したつながりもないし、天涯孤独だものね。婚約中の御曹司を引き合いに出して、幸せ自慢をする彼女。いい加減にしてくれないかと、呆れ始めていたその時、一人の美人が現れて。俺の名前は、丸山亮。何の変哲もない、25歳の男だが、一点だけ、周りの人とは違うことがある。俺には、両親がいないのだ。物心ついた時には、すでに施設で生活していた。詳しいことは知らないし、知りたくもないが、どうやら俺の両親は、俺が1歳にも満たない時に、事故で亡くなったらしい。悲しい出来事なのだろうが、二人の顔や声さえ記憶に残っていないので、どうしても悲しみという感情は湧かなかった。施設の先生たちは、時に優しく、時に厳しく指導してくれた。そのおかげか、一緒に育てられていた仲間は、みんな思いやりにあふれ、まっとうに成長していった。小学校に入って、施設外の友達と出会うと、俺は、自分の境遇が稀なものであることを自覚した。授業参観など、保護者が参加する行事で、俺だけ一人であったのだ。運動会や音楽会などは、施設の先生が見に来てくれたが、先生は、俺一人の親じゃない。同じ小学校にいる施設の子供みんなを見に来るのだ。一年生の運動会で、俺は初めて血のつながった両親がいないことを寂しく感じたのだった。それから施設育ちには、親がいないという寂しさ以外にも少し嫌なことがある。やーい、家なし。お前、家がないんだろ？うわ、かわいそう。俺の事情を知った同級生の中には、こうやってやゆってくる者もいる。家はあるよ。あんなの家じゃなくて幼稚園だろ。俺にとっては、生まれ育った施設は間違いなく家だ。むしろ施設しか知らなかったので、それが普通なんだとさえ思っていたのだ。それに家族だってちゃんといるから。パパもママもいないのに、何が家族だよ。先生のことも、仲間のことも、俺は本当に家族だと思っていた。大人になった今なら、家族であることに、血のつながりというのは、そこまで重要なのだろうかと、問うことができる。しかし、当時の俺は、何も言えず、すくんでしまったのだ。同級生の中でも、渡辺優奈による、揶揄は、特にひどかった記憶がある。彼女は常に明るく、
グループの中心にいるような児童だった。見てこれ、すごいでしょ？グアム旅行で買ってきたんだ。彼女は夏休みなんかの長期休暇が明けると、いつも何かしらを自慢していた。家族旅行をしただとか、親戚の別荘に行っただとか、そうやって自慢話をしているだけならまだよかったのだが。ほら、これ見てよ丸山。家族旅行で買ったんだよ。楽しかったな。ま、あんたは行ったことないだろうけどね。そんな風にバカにしてきたのだ。俺が施設育ちであることを出しにして、彼女は優越感に浸っていたのだろう。施設は十分楽しいので、旅行羨ましいとは思わなかったが、ただ悔しかった。からかうのはやめてくれと何度も言ったのだが、彼女は全く聞き入れない。俺はそのうち言われ慣れて諦めてしまった。何かの縁か、渡辺とは高校まで一緒だった。16歳、17歳になっても、彼女は俺をあざけり続ける。施設育ちであることは友達には言っていなかったが、ある時、彼女の口から事実が拡散されてしまった。渡辺が言ってたんだけどさ、お前って施設育ちなの？うん、実はそうなんだ。隠していたのは恥ずかしいからではない。渡辺に10年近く笑われているので、そういうからかってくるやつが増えたら面倒だと思っていたのである。へえ、ああ、気を悪くしたらごめん。本当かどうか聞いてみたかっただけ。え？えってなんだよ。彼は渡辺と違って、俺が施設育ちだと知っても、別に何も変わらなかった。いや、それを知ると、見下してきたり、距離を取ったりする人も多いからさ。なんだよそれ。意味わかんねえ。思いもしなかった彼の反応に、心底驚いたことを、今でも覚えている。彼は特殊な例だ。渡辺ほどではないにしろ、ほとんどの人は施設育ちという境遇の人間に偏見を持っているようであった。彼女以外にも心ないことを言う人はいた。だが俺が何かしらの形で実力を示すと評価が変わるというパターンも多々あった。俺の道はこれしかないと思い、勉強やスポーツに打ち込んだ。努力の甲斐あって良い結果はたくさん得られた。俺の周りには次第に人が集まるようになり、今でも連絡を取り合うような心の友が増えていった。それを面白く感じなかったのか、渡辺は俺に関して悪評を広め続けていたようだ。だが俺は彼女の暴挙を気にするのをやめた。いちいち相手にするから優越感を与えるのだ。それを徹底していると、いつの間にか彼女が直接自慢話をしてくることはなくなった。スルーし続けた結果、疎遠になったのである。社会人ともなれば、さすがに渡辺との妙な縁ともおさらばだ。俺が施設育ちであることを揶揄する人などいない。わざわざ家族のことを聞く人すらいなかった。おかげで居心地がよく、今では幸せな人生を送っている。ある日の仕事終わり、携帯を見ると何やら長文のメッセージが届いていた。高校の友人からである。何何？同窓会のお知らせ？幹事として連絡をくれたのは、俺の事情を知っても何一つ変わらなかった彼である。気の置けない大親友であり、参加すれば久しぶりに会えるのかとワクワクした。久しぶり、ぜひ参加させてもらうよと。嬉しさのあまり、俺はその場ですぐに返信した。それから数分後には、出席へのお礼や店の詳細が送られてきた。こちらこそ誘ってくれてありがとう。当日を楽しみにしてます。これでよし。あれ、ちょっと待てよ。高校の同窓会ということは、嫌味や自慢ばかりしてきていた渡辺も来るんだよな。そのことに気づくと、
一瞬だけ不安になった。だが、すぐに楽しかった記憶の方が多いことを思い出し、友人との再会の日を心待ちにするのであった。同窓会の当日、指定された会場の居酒屋へ行くと、思ったより多くの人が集まっていた。おう、りょうじゃん。久しぶりだな。おう、久しぶり。元気してるか？まあまあ、かな。幹事の彼の近くに座り、とりあえずビールを注文して、友人と食べる。りょうは最近どうだ？まあ、普通。仕事もプライベートも平凡さ。へえ、そりゃいいな。彼によると、同級生の中には、お世辞にもいい状態ではない人もいるらしい。ブラック企業に入ってしまって、すぐに退職をした者や、現場仕事で大怪我をして、しばらく休んでいる者など、様々だ。届いたビールを飲みながら、近況報告や思い出話に花を咲かせていると、個室の奥の方で何やら盛り上がっているのが聞こえた。ゆなちゃん、その指輪すごいじゃん。ほんとほんと、それどうしたの？その大騒ぎの中心にいたのは、例の渡辺ゆなである。ここからではよく見えないが、彼女はどうやら豪華絢爛な指輪を身につけているらしい。でしょ？実はね、御曹司の彼氏にプロポーズされちゃったのよ。彼女は左手の薬指を周囲の友達に見せびらかしながら、ニヤニヤした顔で指輪を自慢している。女性陣が盛り上がる中、俺の近くにいる親友たちは小声でその話に触れる。すげえな、御曹司だってよ。あの指輪いくらするんだろうな。すると、俺たちが指輪を気にしていることに気づいたのであろう彼女。わざわざ人を抜かして、ずかずかとこちらへやってくる。あんたらも気になる？ほら、これよ。よく見なさい。別に頼んでないが、彼女は左手の甲を俺たちの方に向けた。宝石が照明を反射して眩しい。彼の仕事のことだから、詳しくは言えないけど。そう前置きし、彼氏自慢が始まる。年収が1億あって、高級車に乗っているらしい。別荘までお持ちのようだ。以前はモデルをやっていたようで、すごく優しいイケメンだとのこと。彼女にぞっこんなのだそうだ。前半の自慢はともかく、最後のはよく恥ずかしげもなく言えたなと、逆に感心する。ま、あんたらとは全く違う次元の人種ね。と、余計な一言を追加したせいで、反感を買った。それから、彼女は俺一人に対して、笑いながら言い始めた。施設育ちのあんたには想像もつかないでしょうけど、セレブの世界ってすごく華やかなのよ。自分が上流階級に生まれたからこそ、玉の輿に乗れた。素敵な義両親や彼に愛されて幸せだと、渡辺は、わざとらしく嫌な動きとともに語った。それに比べて、あんたはかわいそうだわ。施設育ちで大したつながりもないし、天涯孤独だものね。何も知らないくせにと、俺は呆れ果てた。何か勘違いしてるみたいだけど、事実を伝えてやろうかと、そう言葉を放った瞬間のこと、右腕に人のぬくもりを感じた。同時に、嗅ぎ慣れた甘い香水の香りが漂ってきた。ちょっと、私の旦那に何か用？よからぬことはやめてよね。そう言って渡辺を牽制したのは、サキ、俺の婚約者である。おう、サキ、もう来れたのか。うん、急いで済ませてきちゃった。どうしても外せない仕事があり、遅くなる予定だった彼女。同窓会に参加したいという一心で、なんとか巻きで終わらせたようだ。よかったよかったと笑い合う俺たちに、周囲は驚きの声を上げた。旦那って、え、亮がサキさんの？マジかよ、お前やるじゃねえかよ。そう大声で言う親友ら、その反応を見てサキはさらに強く俺にしがみついた。
なんで?なんであんたなんかが?笑顔の先に対して、渡辺は苦虫を噛みつぶしたような顔をしている。とても数十秒前まで誇らしげにしていた人間とは思えない変わりようであった。咲は高校生の頃から美人として有名だった。校内の生徒はおろか、噂を聞いた他校の生徒までもが彼女に告白をしに来るレベルだった。だが当の本人はそういったことに興味がない様子。全員を丁寧にあしらっていた。大企業のお嬢様であったこともあり、俺にとってもまさに高嶺の花だったのだ。登下校は送迎付きだし、運転手はボディーガードのような屈強な人。どんなに先を空いているものでも声をかけるくらいが精一杯であったのだ。先と近い関係になったのは就職がきっかけだった。内定をもらって入った会社がたまたま先の父親の会社だったのだ。あの丸山くんだよね。私同じ高校だった大原咲だよ。覚えてる？彼女が俺に声をかけてくれたのは確か何日目かの昼休みだった。え、大原さん？もちろん覚えてるよ。社長の名字が大原であることはもちろん知っていたが、まさか咲のお父さんだとは思わなかったのだ。職場で奇跡的に再会した俺たちは何かと仕事で一緒になる機会が多かった。大きなプロジェクトを共にこなす中で、俺たちは次第に距離を縮めた。いや、丸山くん、なかなか頑張ってくれているそうじゃないか。君の噂は我々のところまで聞こえてきているよ。ありがとうございます。光栄です。俺としては人並みに頑張っているだけのつもりだったのだが、先のサポートがあったためか、次々と功績が積み重なり、俺はなんと役員たちに気に入られてしまった。社長さえも目をかけてくれるようになったのだ。そんなある時、仕事が終わって帰る頃にたまたま咲と会った。あのね丸山くん、ちょっとだけお時間いただいてもいいかな？え、うん、大丈夫だよ。何事かと思いながらついていくと、たどり着いたのはおしゃれなバーだった。仕事の話という雰囲気ではないしなぁと、彼女の様子を見ていると、想像だにしなかった言葉が、咲の口から飛び出したのである。丸山くん、あのね、私、丸山くんのことを好きになってしまったの。知っている言葉の羅列であるはずだが、俺は、彼女の言っていることが、一瞬、理解できなかった。つまり、どういうこと？つまり、私とお付き合いしてほしいなって。俺は、驚きを通り越し、逆に冷静になった。まさか、高嶺の花だと思っていた彼女から、そんなことを言われるとは。だが、この申し出を受け入れるべきなのだろうかと、俺は、迷っていた。ありがとう。嬉しいよ。嬉しい。それはそうなのだが、俺は間違いなく彼女と釣り合うような存在ではない。親なしの施設育ちだからだ。大企業のお嬢様と肩を並べて叱るべき人間はもっと他にいるはずである。本当に嬉しいけど、俺なんて大原さんの隣には立てないよ。そんなことないよ。丸山くんは立派だよ。お父さんだってあなたを気に入って。ありがとう。でもやっぱりダメだ。いつの間にか形成されていた施設育ちに関する劣等感により、俺は彼女の告白を素直に受け入れられなかったのだ。その日以来、俺と咲の間には気まずい空気が流れると思っていたのだが、ある日のこと。丸山くん、今晩お食事でもしない？そしてまた別の日も。丸山くん、今度のお休み二人で映画でも見ない？そしてまたある日も。丸山くん、
テーマパークのペアチケットが手に入ったの。もはやしつこいレベルで彼女は粘ってきた。あまりに熱心な姿に俺は心打たれてしまい、ついに劣等感を振り切って交際をスタート。それからあれよあれよと話は進み、先日婚約が決まって今に至る。来月には結婚式を控えており、仕事の傍らで諸々の準備を進めているところだ。サキが事の顛末を説明すると、親友たちは拍手で祝福してくれた。その一方で渡辺は何やら悔しそうに顔を歪めている。亮は天涯孤独なんかじゃないわ。私が幸せにするもの。それに家族の最小単位は夫婦よ。夫婦は血のつながらない他人同士でしょ。サキが問いかけるも、渡辺は拳をこわばらせながらうめくのみ。そこへサキはさらに続ける。だから幸せに血のつながりなんて関係ない。施設育ちだとかなんとか言っていたけど、それが何だって言うわけ。そんなの関係なく、私たちは今幸せよ。サキの畳みかけに渡辺はとうとう我慢の限界を迎えたようだ。自分の荷物を手に取り、俺とサキを鬼のような顔で睨みながら会場の居酒屋から出て行ってしまった。そんなことがあってからしばらく経った頃、俺とサキは仕事で招待されたとあるパーティーに出席していた。一社員である俺が参加する必要があるのかと疑問に思っていたが、うちの社長曰く、未来の社長かもしれないのだから参加して勉強するようにとのことだ。随分と気が早いな。当の本人は今会場のどこかで各社の人と交流をしているのだろう。あ、亮、立花さんだよ。ん？ああ、本当だ。挨拶しようか。人混みの中にうちの大口取引先である立花建設の社長を見つけた。立花社長、ご無沙汰しております。サキがそう声をかけると、大柄でこわもての男性が振り向いた。ああ、大原さんの。こちらこそご無沙汰しております。彼は見た目に反して優しく柔らかな声色で言った。サキのつながりで何度かお会いしたことがある人だが、毎回見た目と内面のギャップに驚かされる。立花社長と少し歓談していると、俺とサキの背後から声がした。父さん、一通り挨拶は済んだよ。その声はどうやら立花社長にかけられているようであった。そうか、人脈は大切だからな。これからそのつながりを生かしていくんだぞ、夏希。ご子息がいらしたのですねと言いながら、俺は夏希さんとやらの顔を見た。どこか見覚えのある人だなと考えつつ、彼の挨拶を聞く。彼も俺に思うところがあるらしく、互いに妙な雰囲気を出しながら再び顔を合わせた。はじめまして、丸山亮と申します。丸山亮さん。俺が名乗ると彼は目を見開いて復唱した。そんな夏希さんの姿を見て、俺も彼を思い出す。もしかして夏希兄ちゃん。亮、やっぱり亮か。なんだ夏希、知り合いなのか。不思議そうに俺と夏希兄ちゃんを見る立花社長。まあ、まさかこんなところにつながりがあるとは思わなかっただろうな。うん、昔施設で一緒だったんだ。夏希兄ちゃんがそう小声で答えると、立花社長はにこやかに、そうかそうかと笑った。彼は施設育ちに対して一切偏見を持っていないようだ。君は優秀な婿さんだと大原社長から聞いているよ。あの人がそこまで言うのだから相当頑張っているのだろうな。尊敬するよ。まさかそこまで褒めてもらえるとは思っておらず、突然の言葉に俺は感極まった。夏希兄ちゃんは小学校に上がる頃に施設から去った。彼も両親を知らないという俺と同じ境遇だったが、引き取ってくれる人が見つかったのである。それが
当時の立花社長だったようだ。ほら、りょう、鬼ごっこするぞ。俺が鬼な。夏樹兄ちゃん走るの早いんだから、逃げられないよ。はい、よーいスタート。1、2、3。夏樹兄ちゃんはそんな風に、一つ下である俺をよく遊びに誘ってくれた。半ば強引だったような気もするが、俺も俺で楽しく遊んでいた。俺と夏樹兄ちゃんにはもちろん血のつながりなんてない。それでも俺たちは互いを本当の兄弟だと思っていた。彼が引き取られることになった時、俺は泣いた。一番の家族と会えなくなってしまうことを深く深く悲しんだのだ。それから20年近く経って、まさかこんな形で再会するとは夢にも思わなかった。立花社長が夏樹兄ちゃんを引き取ったのは子供ができなかったかららしい。社長自身に体の問題があり、会社の後継ぎという点で懸念があった。そこで養子というシステムを使ったのだと立花社長は教えてくれた。そういった経験があるからこそ、彼は施設育ちという経歴を特殊なものだとは捉えていないのだ。血のつながりはないけど、大切に育ててもらったから感謝しかない。夏樹兄ちゃんがそう言うと、その場は笑顔で満ち溢れた。少し照れくさそうにする立花社長に、彼はさらに言葉を続ける。これからは俺が両親を支える番だ。育ててくれた恩返しをするため、夏樹兄ちゃんは立派な後継ぎを目指して勉強中らしい。幼い頃に突如として別れてしまった兄が、今こうして幸せに暮らしている。そう知った俺は、まるで自分のことのように嬉しかった。するとそこへ今度は女性が現れた。割と最近あまり良くない場面で聞いた記憶のある声だ。夏樹くん、お待たせ。って、なんであんたらがこんなところに？現れたのは、やたらと派手なドレスに身を包んだ渡辺ゆなであった。それはこっちのセリフよ。あなたこそ、なんでここに？そう言いながら、サキはすっと俺と渡辺の間に入った。同窓会の日以来、彼女は渡辺に対して警戒心を抱いているようにも見える。何でも何も、パーティーに婚約者が同席しちゃいけないわけ？そう嫌みたらしく言った彼女は、見せつけるように夏樹兄ちゃんの腕に抱きついた。なるほど、御曹司の婚約者というのは夏樹兄ちゃんのことだったのか。俺と渡辺の妙な縁もここまで来るとは、もはや不気味である。そう思っていると、夏樹兄ちゃんが不思議そうに聞いた。なんだユナ、亮たちと知り合いなのか？まあね、こいつら二人とも高校の同級生よ。綺麗な格好に見合わない話し方で、渡辺は夏樹兄ちゃんに説明した。そうだったのか、びっくりだな。実は俺も亮とはつながりがあるんだ。弟みたいなもんでさ。20年ぶりくらいか？今日たまたま再会したんだよ。え？夏樹兄ちゃんの話を聞くと、渡辺は顔をしかめた。何かに怒っているというよりは、彼の言葉を理解できていない様子である。弟みたいなって？だってこいつ、哀れな施設育ちでしょ？なんで夏樹くんが？哀れなって、ひどい言い方だな、ユナ。施設育ちの俺を馬鹿にする渡辺の言葉に、同じく施設育ちである夏樹兄ちゃんはショックを受けていた。俺は養子だって話したよね。父さんに引き取ってもらう前は亮と同じ施設にいたんだ。そう悲しげに語る彼を見たのか、渡辺はほうけた顔でガタガタと震えている。そんな彼女に一番鋭い目線を向けていたのは立花社長である。もともとこわもてである彼の睨み顔は、睨まれているわけじゃない俺でも震えるほど怖い。ユナ、君は施設育ちということに対して偏見を持っているのかい？私は。俺からも何か言ってやりたかったが、
この最悪な空気感で何をどう言えばいいのか分からず迷ってた。そんな中、口を開いたのはサキであった。彼女、高校生の頃から彼をからかっていましたよ。先日の同窓会でも寮に対してひどい暴言を吐いていらっしゃいましたし。それは言い訳をしようと試みた彼女だが、社長と夏希兄ちゃんから向けられた冷たい視線にひるんでうつむいてしまった。しばらく沈黙が続いていたが、やがて渡辺が涙ながらに口を開いた。違うの。いつも大声で自分を誇示していた彼女のものとは思えない、消えてしまいそうなほど小さな声であった。ただ羨ましかっただけなの。渡辺の両親は再婚同士で、彼女は父親の連れ子なのだという。彼女が小学校に入る頃、両親の間に男の子が生まれたそうだ。両親はその弟ばかり可愛がって、私には全然愛情を注いでくれなかった。食事や衣服、学用品などを与えられた。ついでという形ではあったが、彼女が昔自慢していたような家族旅行にも行けていた。しかし弟の扱いと比べると天と地の差であった。自分は二人の子じゃないから愛されていない、私のことなんてどうでもいいんだと卑屈になったと彼女は語る。折檻を受けてたわけじゃないけど、弟と関わることさえ禁止されてたの。だから家族とか兄弟とかがどんなものなのか私にはわからなかったわ。そんな時、彼女の前に現れたのが丸山亮、すなわち俺だった。どこからか俺が施設育ちで血のつながった家族が一人もいないことを知った渡辺。自分には家族がいるのに家に居場所がない、俺には家族がいないのに心安らぐ居場所がある。自分にないものを持っている俺を見て攻撃せずにはいられなかったのだという。だから無理して明るく取り繕って大げさに自慢してた。せめて学校では居場所を作りたかったのよ。ユナ、自慢話や真っ赤な嘘を並べ、彼女は自分がもてはやされるような輪を作ろうとした。必死に必死に仲間を集め、自分の居場所を求め続けた。それなのに何も持っていないはずの施設育ちが友達とニコニコするようになっていた。成績もよく、周りからも徐々に信頼されるようになった俺を見ると、嫉妬はさらに大きくなり隠しきれなくなったのだという。それでもあんたは全然気にしなかった。面倒だからという理由で渡辺をスルーしていた俺だが、彼女の目には丸山は大人になったと映ったらしい。別に気にしてなかったわけじゃないけどな。いつまでも執着して騒ぎ立てる自分の心がみすぼらしくなり、そのうち攻撃するのをやめたのだという。じゃあなんで同窓会で寮にあんなことを言ったの？怒り気味の咲がそう聞くと、渡辺はまた泣きそうになりながらボソボソと答えた。調子に乗ってたの。夏希くんからプロポーズされて指輪までもらって、それであんなことを。頬を伝った彼女の涙は綺麗な化粧を少しにじませる。そんなことは一切気に留めず、突然俺に向かって頭を下げてきた。ごめんなさい、今まで本当にごめんなさい。渡辺、謝罪には彼女の誠意が見られた。口だけでなく本当に心の底から思っているのだろうと伝わってくる。しかし10年以上の嫌がらせを一言の謝罪でそう簡単に許せるはずがない。ユナ、俺は父さんたちに引き取ってもらえて本当に幸せだけど、施設にいたのが不幸ってわけじゃない。似た境遇の仲間がたくさんいたからね。施設には様々な事情のある子供がいた。だからこそお互いのことを心から理解し合っており、支え合って幸せに生活していた。両親がいないという寂しさは少なからずあったが、決して孤独や不幸ではなかったのだ。だろ、亮。そうだね。
俺が伝えたかったことを代弁してくれた夏希兄ちゃんに少し微笑み、視線を渡辺に戻した。彼女は再度頭を下げる。取り返しのつかないことだと理解している様子である。ユナ、ごめん。今は気持ちの整理がつかないから、結婚についてはちょっと考えさせてほしい。夏希兄ちゃんの言葉に少し目を見開いた彼女だが、騒ぎ立てて拒むことはしなかった。タクシーを呼ぶから、今日は帰って、よく考えてくれ。夏希兄ちゃんだって、そんなことを言うのは辛かっただろうが、彼は毅然とした態度で、そう発言した。きっと、施設育ちと見下されたのが、自分だけでないことを鑑みてくれたのだろう。渡辺は今度も騒がず、静かに、うん、とだけ言って、その場から立ち去るのであった。その後、渡辺との婚約は破棄になったと夏希兄ちゃんから連絡があった。それを申し出たのは彼女の方からであるらしい。彼はまだ彼女のことを嫌いになりきれていないらしい。確かに渡辺の家庭環境を考えると同情の余地はある。俺はそう思っていたが、さっきは違った。私は同情なんかしないよ。あの人の家庭環境と嫌がらせを続けていたことは別問題だもの。本当に反省して改心したのがはっきりわかるまでは、情けなんかかけないで放っておくべきじゃない？まあ確かにそうかもしれないね。ところでさ、さっきってなんか渡辺に当たりが強いよな。同窓会や先日のパーティーでもそうだったが、さっきがやたらと渡辺に冷たいことが気がかりだった。何か因縁でもあるのだろうかと思い聞いてみた。すると彼女はなぜか少し拗ねたように答える。別に、ただの対抗心よ。対抗心？高校生の時、あの子は亮のことが好きなんだと思ってたの。嫌味を言ってあなたの気を引こうとしているんだとばかり思ってた。そう照れながら語る咲。つまり彼女はあの頃から俺を見てくれていたことになる。男女問わずみんなの高嶺の花だった咲が、まさかそんなことを考えていたとはな。そっか。驚きや嬉しさとともに俺はそんな咲を愛おしく思った。同窓会でさ、幸せに血のつながりなんて関係ないって言ってくれたじゃん。あれすごく嬉しかったよ。サキが家族になってくれたこと、彼女の家族までもが俺によくしてくれていること、今の俺にとってはそれがすごく幸せであった。私は家族にとって大切なのは絆だと思うよ。そうだね、俺もそう思うよ。そのことをいつまでも忘れないでいよう。そう言って俺たちは笑い合った。俺とサキの結婚式、俺に身内がいないことから小さな教会で二人きりの式を挙げた。その後の披露宴は会社の都合で盛大に行う予定だ。そこには高校の友人や夏希兄ちゃんも参加してくれることになっている。誓いの言葉を言った俺は、神様だけでなく咲と自分自身にも宣誓した。この先何があっても家族を大事にし絆を深めていきたい。俺を支えてくれたすべての人に恥じないよう、素晴らしい自分でいたい。未来を誓い合った俺たちには、ステンドグラス越しに神々しい光が降り注いでいた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。